誰にも頼らず己の全身全霊をかけ突き進む60キロほどの道、かつての王者はここで勝負に出ていた。空力ヘルメットに身を包み矢のように駆け抜けた。ツール全体を占う極めて重要な一日、山岳に入る前にマイオジョーンを切る、これが彼のパターンだった。ところが去年、個人タイムトライアルは山岳そのもので行われた。平地での抜群のスピードを生かせず王者は敗れた。これをきっかけに6連覇の野望もついえていった。サンテティエンヌ1周55キロ、今年も山のタイムトライアル、ドラマは起きるか。山脈を越えた選手たちはこの日のうちに飛行機で山岳個人タイムトライアルの舞台サンテティエンヌへ向かいました。そして昨日はツールでたった1日の休息日。しかし新しいヒーローの予感を抱かせるこのウルリッヒにはどこへ行ってもマスコミがついていきます。エースの座を脅かされている去年のチャンピオンビャルヌ・リース、そしてマイオジョーヌを着たウルリッヒ、ドイチェテレコムのエースの行方は第12ステージこのタイムトライアルで決まるんでしょうか。第11ステージまでの総合成績を確認しましょう。トップはウルリッヒ、ビランクが2分38秒差で2位、3位オラーノ、リースは4分53秒差、ファンターに5分29秒差です。さあリース登場です。ウルリッヒとは4分53秒差。リースとしてはですね、まだエースと言ってる以上ね、ここではもう最悪でもウルリッヒと同じか、それ以上の走りをね見せなきゃいけないですね。そうですね、さあビャルヌ・リーススタートです。福井さん、ビラン登場ですよ、はい、そうですね、今日は彼にとって有利なね、山岳での個人タイムトライアルですから、ここは何としてもライバルとの差を最小限に留めておかなければなりません。そうですね、明日からの厳しいアルプス越えを前にしてのサンテティエンヌでの55キロ山岳個人タイムトライアルです。前半途中からクロアドゥショブレ峠のピークまで14キロもの上りが続く部分があります。後半の下りも小さなアップダウンを含んでいます。さあリシャール・ビランク、福井さん、はい、このビランクはスタート前に今日のタイムトライアルでウルリッヒと2分から3分の差がついてしまうのはしょうがないという話をしたんですよね。そうですね、去年行われましたねサンテミリオンでの個人タイムトライアル、距離は60キロほどだったんですけれども、そこでのタイム差はウルリッヒに2分30秒遅れだったんです。さあビランク今スタート、この辺りが今日、そうですね、ただし、今日の場合はね、3月ということで彼には有利なんですよ。もしかするとこのサイオンさんもっと縮められるかもしれません。そしてヤン・ウルリッヒです。マイオ城の北ウルリッヒ、十字を切って今日も強さを見せるんでしょうか。ああ、これはゴールローラン・ジャラベールの姿が見えました。現在トップはファンデンブルックの1時間21分8秒ですが、ローラン・ジャラベール遅れましたね。あまり良くないですね、今回のツールではあまり見せ場がないんですよね。リースです、ビャルヌ・リース、結構近づく飛ばしてますよね、期するものがあるはずです。ヤン・ウルリッヒスタートを待ちます。今スタート、これで最後の選手、このウルリッヒが最後のスタートです。一体どれぐらいの強さを今日も見せてくれるんでしょうか。さあこれはビランク登っていきます。標高1200メートルまでひたすら登っていくわけです。そしてこれはあっとリースが、ここまで最初のチェックポイントトップだったボードマンを抜きましたね。あ、でも3番目を見てください、ファンターニが結構いい記録できてますよ。そうですね、
パンターニはそれほどタイムトライアルは速くないんですよね。速くないんですけれどもね、どうなんでしょう、調子が上がってきてるのかな、面白くなってきましたね、さあリースです。最初のチェックポイントでボードマンより速かったというのは、中野さん、これはかなりやっぱ飛ばしてますよね、行ってますね。あ、でもまたこれオラーノが抜きましたか。抜きましたね、オラーノがリースの上を行っています。オラーノも飛ばしてますね、やはりこの辺の周走の選手たちというのはね、みんな強いですね、オーランディフォーです。最初のチェックポイント 12.5 キロ地点では27秒遅れているという情報です。オーラーノ持ってる力はね、あのビランクにかなり近いところまで行ってるんじゃないかって言われてたんですけども、今一つ今回調子が出ないようですね。オーランディフォー、まあここまでもだいぶアシストとして働いてましたからね、そうですね。あとカラもやはり基本的に山岳結構強い選手ですから、これはビランクですね。ビランクがなんとオラーノと同タイム、同じタイムってのはこれすごいですね。オラーノはタイムトライアルが得意、そしてどちらかというと苦手なビランクがそれと同タイム、これはかなり気合い入れて走ってますよね。あ、パンターニです。あーっと、どうしたんでしょうか、パンターニが止まった。アクシデントがあったんでしょうか。自転車変えますね、手を上げて勝手に止まりましたからね、これは何かマシントラブルの可能性が強いですよ。そうですね、あ、しかし早いですね。ただ自転車も変わりましたね、そして間もなくこれが山頂のポイントなんですが、ちょっともったいなかったですね、タイムロスが。ファンデンブルックに対してどうでしょうか、かなりいいタイムできてますが、早い、抜きましたね、ファンターニ早い、45分8秒、かなり早いタイムで通過。これファンターニのタイムがね、結構これから先のあの基本になりますね。そうですね、あのパンターニのタイムに対してどうかということになります、さあこれはおっとウルリッヒがやはりトップですか。相当早いですね、これは早いですね。オラーノとビランクに対して7秒、リースに対しては13秒、最初のチェックポイントの通過タイムが早かったという情報。そうですね、さあこのままウルリッヒがトップをキープしていくんでしょうか。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。リースです。まもなくピークに向かいます。あ、ここで交換しますか。交換しますね、予定通りなんですけれども、ね、予定通り、はい、これ初日から持ってきた最新兵器、マシン、特殊なマシンなんですけれども、これ一旦は UCI の方で規定に変わるということで却下されたんですよ。でもちょっと遅いですよ、これ遅いよ、作り直してここに持ち込んできたわけなんですけど、ちょっとこの自転車の交換に、ね、時間かかってるね、なんかね、時間かかりましたね、そしてリースは45分46秒で通過、38秒遅い、パンターニから38秒遅れ、さあこれは上る、ずっと実は上りにかかってから危ないなんだけど、これ腰を上げたスタイルでやってるんですよね、お客さん危ないよね、なんか近すぎて、かなりの大観衆ですが、ちょっと危ないですね、これかなり呼びかけしてるんですけれどもね、接触事故っていうものが起こっていますからね、さあオラーノの姿が見えました。パンターニが45分8秒、このタイムに対してやや遅れているか、アブラハム・オラーノ、まあ、先は長いですからね、この後ペースが上がってくれば、どうなるか分からないというところですね、そしてウルリヒの姿も見えます。ビランク、さあどうか、やはりパンターニからやや遅れたか、ビランク、しかし福井さん、このタイムは大健闘、なかなかいいタイムで来てますよ。そうですね、プラス22秒です。プラス22秒で通過。あとこれウルリヒがどれぐらいで来るかだよね、これウルリヒがだいぶビランクとの差を詰めているように見えます。さあ来ました、そしてウルリヒ も予定ではここで台車なんですね、みんな変えます。ここも予定通りで、ここからのディスクホイールがついたですね、あの本当の個人タイムトライアルの自転車と、いう感じになるんですけれども、いやこのタイムはちょっと中野さん、結構どころすごい速いな、これ3分台ですよ、速い速い、これは速い、今自転車の交換も速かったけど、いや43分24秒、なんと43分台はこの男だけ、1分44秒も速い、簡単により、恐ろしいタイムを叩き出しましたヤングルリッヒ、やはり強い、これは速い。ただあの作戦もね、あの選手によっては嫌がる選手があるんですよ、やっぱりそこで確実に20秒以上はね、あのマシンを交換するとあのタイムロスがありますから。これトップ抜きましたよ。あ、これカサグランデですね、ファンデンブルックのタイムをようやく抜く選手が現れました、1分20秒台。さあビランクです、
あの峠の部分で2分6秒ウルリヒから遅れているという情報です。2分6秒、はい、スタートが3分差だから、54秒ですね、あとね残り。そうですね、まあ、50秒あれば追いつかれないんじゃないですか、さすがに3分だから、まあ、計算上は完全に抜かれる計算になりますけどね。そういうことになりますか、あ、下りでもやはりそういうことになりますか。あ、これはスイスチャンピオンのオスカー・カメンツィンです。まもなくゴールを迎えます。現在トップはカサグランデ、カメンツィン、スイスチャンピオンは遅れています。さあリシャール・ビランク、後ろからはウルリヒが迫ってきています。あ、ビランクちょっと気になりますね。さっきまで後続保つために、はい、ずっとあの腰を上げたねダンシングスタイルで漕いでたんですよ、ここに来て腰を落として、しかもちょっと視覚的にはスピードが落ちたような気がしなくもないんですけれども。そうですか、上りでかなりあのダンシングしてましたからね、なんとか持ち直してほしいですね。さあそしてそのビランクの後ろからウルリヒ、これはウルリヒほとんどはあの、まあ、安定したね、まあ、昨日一昨日の走りみたいな感じになってますので、ひょっとしたらこれ追いつくかもしれないですよ。そうですか、果たしてこのウルリヒが前を行くビランクを追いつくということがあるんでしょうか。さあビランクを追うウルリヒ、その差が徐々に縮まっています。この さっきのコーナーでね、前の方にこうビランクについてる車とかね、なんとなくいたような感じがするんですけどね。そうですか、はい、さあビランクです。あ、ちょっと力がないですね。そうですか、ややスピードダウンしてるのか。あっとこの後方が気になりますが、痛い来ています。なんという男でしょうかウルリヒ。ここまで目の前にね視界で捉えてしまうともう、絶好の目標ですからね。なるほど、すごい元気出るんですよ、なるほど、見えると。ウルリヒとしてはもう完全に視界の中にビランクの後ろ姿を捉えて走っている。でもどっちかというと射程距離に入ったって感じですか。ああ、もうこれはもう完全に捉えてますね。必ずこう捕まえちゃうぞみたいな感じなんですね、ああ、これはもう捕まえるでしょう、間違いないでしょう。勢いが違うね。そうですね、スピードが違いますね。これあの横素通りしてしまうんじゃないかなっていうような感じですね。ああ、一気に抜き去るという感じですか。あ、なるほど、かなりスピードが違います。見た目に明らかです。あのピレネでねドジョワや何かを抜いた時のあんな感じですよね。スピードが違いますね。そうですね、恐るべきウルリヒ。あとはね、ビランコ抜かれた後にどれぐらいこう食らいついていけるかっていう、ところがね、あ、やはりあっさりと抜き去っていきました。ウルリヒがビランコを抜き去って、そして中野さん差が開いていますよ、ね、これだんだんこう開かないようにね、ここでやっぱりちょっとビランク頑張らないと、視界に入ってるうちだと頑張れるんですよね。そうですね、見えなくなっちゃうとなんかこうねもう完全な自分のペースになっちゃうんで。これ個人タイムトライアルですからね、普通のレースと同じように前を行くウルリヒのすぐ後ろにつくと違反行為になってしまうんですね。空気抵抗が軽くなるということで、ですから彼にとってやらなくてはならないのはこの違反行為と認められないような距離を保ちながら、あのウルリヒを目標にしてなんとかそのペースに食らいつくと、彼を逆にペースメーカーとして利用するという走りをしなきゃいけないんです。なるほど。さあこれはゴール、デュフォーが今ゴールインです。13位のタイム。さあ気になります、ビランクの前行くウルリヒのこのスピード。なんか少しずつこう開いてるような感じしますけどね、あ、開いてますね。だん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 こう前が小さくなってくるような、これはエスカルティンです。エスカルティンがゴールに近づいて今ゴールイン。7位のタイムです。エスカルティンは7位、現在トップはカサグランデ。さあビランク、ずいぶん小さくなってしまった。ウルリヒがもうこれビランクをちぎりましたね、ビランク下りは強い選手なんですけれどもね、それ以上のスピードでもうウルリヒがもう逃げ切ろうとしてるんですかね。これはもうコーナーがあるところではもう姿が見えなくなります。ちょっとね、どういうことなんでしょう。もしかしますとね、あの実はこのビランク、あの先ほどチェーンが飛んで足をハンドルに打ち付けてるようなんですよ、膝を。それがちょっと尾を引いて、はい、あの足の、ね、回転が上がらないのかもしれないんですけども。さあそしてこれはパンターニ、やはりパンターニがトップに立ちそうです。いいタイムですよ。いいタイムですね。このタイムはね、あのクライマーのパンターニとしては本当にもう今までにない素晴らしい走りと言っていいんじゃないでしょうかね。そうですね、カサグランデの1時間20分20秒に対してパンターニは1時間20分6秒、すごい14秒上回ってきましたパンターニ。このタイム見ただけでもね、パンターニが見事に復活してるっていうことがよくわかりますよね、さあそしてウルリヒの姿はこのビランクからはもう捉えられないか。かろうじて見えてるかなっていう感じですね。そうですね、どうなんでしょうね。さあその前ですが、あ、カメラも行きますね。さあウルリヒはどれぐらい離れているんでしょうか。まだ見えない。
この距離はすごいんじゃないですか、ちょっと中野さん。いました、いました、いた。離されてしまいましたね。結構離れたね、これはね。下りのうまいビランコ、これだけ離すウルリヒ。離れました、ちぎりました。これ下りも相当踏んでるんだね。そうですね、これはかなりのタイムを出しそうです、ウルリヒ。やはりこの下りを前提としたこの車にはかなりギア比の大きいのをつけてる可能性ありますよね。さあ、そしてリースが来ました。リースの姿が見えました。これは1時間19分台に入れそうです ね。これ簡単にね、山頂では結構負けたんですけどね、逆転してしまいましたね。リース、ここでトップタイムでゴールしたい。少なくともここではトップタイムでゴールしたいリースですが、ここやっぱり誰にも負けられないっていうね。そうですね。さあ、ビャルノリース今ゴールイン。19分台です。19分32秒、カンターニを34秒上回っています。さあ、これはヤングルレヒ、後ろのビランクとの差が気になりますが、相変わらず綺麗に走ってますね。残り5キロ、もう絶対足が止まらないですよね。止まらない、見っぱなしっていう感じで、まだ23歳、23歳と7ヶ月でマイオ城の来ました。そしてビランク、ビランクも必死に追いかけているんですけどもね、ビランクをすごく応援している声が入りました。そうですね、チームカーでしょうね。チームカーから激飛んでるんですね、はい、オラーノです。ゴールエリア、オラーノの姿を捉えることができます。さすがになかなかいいタイムが入ってきてますね。リースのタイムには届きません。ちょっとね、わずかに届かないようです。現在リースがトップ、そしてオラーノです。オラーノもいいタイムです。彼もね、あんまり調子は良くないようなことを言ってるんですよ、はい。ですからそれにしてこのタイムでしたらまあまあいいんじゃないですか。でももう街に入ってきましたね。入ってきました、ヤングルリッヒ。さあ、後ろからビランク、かなりもう下りの部分ではちぎっていましたが、ね、さっきあれだけ下がりましたからね、さあ、これはもうただ一人ゴールへ向かうヤングルリッヒ、あとはどれぐらいのタイムを叩き出すのか注目です。本当にスピードが落ちましたね、しかし、ビランク、これはこれ一度もりこんな来たんですかね。来てますね、差を盛り返してきたんですね。これは、前がウルリヒですから、これはビランクのしぶたさ、すごいですね、この盛り返し方が。これはびっくりしました。さあ、ビランクが追い上げる、前はウルリヒです。さあ、このしぶたさ、ビランクのしぶたさはすごい。前にウルリヒ、あれだけ相手さんをね、やっぱりこれだけ詰めてますからね、逆に追いかけてくる、だん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 ね、広がるのが詰まっちゃうとすごいですよね。そうですね、1回に加えたんですからね。総合優勝に対する執念としか言いようないですよね。そうですね。さあ、残り1キロにかかります。1キロ切ったウルリヒ、ウルリヒがどれぐらいのタイムを出すのかというのも注目なんですが、このしぶとさ、ビランクもすごい。ビランクとしてはね、もうここで詰めてるんだから、もうなるべく詰めて、明日のねタイム差が開かないようにね、明日からの。何せ明日からまだアルプス越えがあるわけですからね。本人も自信持ってますからね、アルプスは、今日終わった段階でウルリヒと6分あるいは7分ついてもアルプスが逆転できると言ってましたからね。チャンスはあります、はい、まだ3ステージ4ステージぐらいはありますからね、チャンスが。いや、ウルリヒこれ逆に1回大きく開けられたやつを詰めたっていうのも、その自信は大きいと思うからね。そうですね、だからこれからもっともっと詰めて、並ぶぐらいまで行ったらね、はい、明日からにつながると思いますよ。さあ、ゴールが見えましたが、なんとなんとまだ1分16秒、1時間16分台です。あ、でもものすごいビランクの方もすごいですよ、はい、すぐ後ろにまた差が縮まったような気がします。そうですね、ビランクも来てますね。さあ、ヤングルリッヒ、まもなくゴールを迎えますが、リースのタイムが1時間19分32秒、ウルリッヒがなんとなんと16分台です。今のスピードはビランクの上みたいですよ。ヤングルリッヒ1時間16分24秒ものすごいタイム。そしてビランクも今ゴールイン、ビランクも今ゴールインです。これビランクひょっとしたらリースに勝ってるかもしれないですよ。そのあたり、そうですね、微妙なところになりますが、頑張りましたビランク。それにしてもウルリッヒはものすごいタイムを出しました。ヤングルリッヒ、やはり中野さん、今日も強かった。強かったですね。なんかね、僕普段競技場でピストの選手見てるじゃないですか、はい、その選手がそのままロードに来て走ってるような感覚でしたね。ね、
特にあの、はい、リースと、今日だけで3分8秒でしょ、でトータルで8分1秒ということで、まあ、これでね、あのこれからテレコムチームとしては、まあ、チームもリース本人も、やっぱりこのウルリヒをエースと認めざるを得ないんじゃないかなと、なんかそういう気が僕はしてきましたけどね。なるほど、チームとしての問題、何か一つ答えが出たかなという雰囲気を感じますが、ですね、今日の走りを見てると特にそう思いますね。今日も強さを見せつけましたマイオジョーヌのヤン・ウルリヒです。さあ、そしてこのタイムトライアルでウルリヒに次いで2位のビランク、やはり嬉しそうですね。そうですね、タイム成績だけで見ますとね、今日3分4秒と付けられたわけですから、これでトータルでね6分弱の差になってしまうわけなんですよ、しかしね、山に行きますと何かあった時にすぐに3分4分の、ロスタイムっていうのが生じてしまいます。この先3、4ステージ進みますからね、彼にはまだまだ挽回のチャンスが待ち受けているわけです。そうですよね、調子も上がってきているようですし、これからの戦い楽しみですよ。絶好調ですから、このタイム差は逆転可能と言っていいですね。可能です。そうですね、まだまだ総合優勝が狙えるポジションにありますね、アルプスで一体何が起こるのかまだ誰にも分かりません。絶好調のビランクです。第12ステージを制したのはウルリヒでした。ビランクは3分4秒差、リースはウルリヒから3分8秒遅れての3位でした。第12ステージが終わった段階でマイオジョーヌはウルリヒ、2位ビランクは5分42秒差、リースは8分1秒開きました。明日は何かドラマが生まれそうです。ラルプ・デュエゼの第13ステージとなっています。Ja, wir müssen können natürlich immer noch gucken von Tag zu Tag, aber ich freue mich natürlich, dass ich heute den Vorsprung ausbauen konnte. Alors je me réjouis de ce que j'ai fait aujourd'hui, de ma condition, ça me donne effectivement une marge de sécurité.Und jetzt kommen noch drei oder vier sehr, sehr schwere Tage und da müssen wir auch... Maintenant viennent trois, quatre très difficiles journées. Und ich hoffe, dass wir mit der ganzen Mannschaft gesund bleiben, Glück haben. J'espère avoir de la chance et aussi avoir toute la solidarité de mon équipe. Und das Glück auf unserer Seite haben wir. Je suis confiant pour les jours à venir. J'ai une super condition et je ne sais pas pourquoi, mais le tour cette année, je le sens très bien. Et maintenant, il arrive mon terrain et...Je me battrai jusqu'au bout. Quelle belle mentalité. Vous avez un tempérament extraordinaire. Deuxième du contre-la-montre, ce qui est magnifique. Un tempérament, vous ne voulez pas céder. J'ai pas le caractère à céder. C'est sûr qu'il m'a remis encore 3 minutes aujourd'hui, mais on essaiera de faire le maximum dans la montagne.